今回はガンダムシードフェスティバルのキービジュアルが公開に対するネットの反応を紹介します。劇場版シードのネタバレを含みますのでご注意ください。それではどうぞ。イングリッドちゃんが報われてる。イフスキアウラもいるのじゃ。おばあちゃん楽しそうだな。ババア普通の母ちゃんになれ。ユカリンの絵面が完全に誤解モード。ジョーカーやばすぎ。母娘父家族で映画を見に来たアウラちゃんかっこ50歳。何も知らん人が見たら真ん中は二人の娘だよな。けばいけど、ゆかり王国も衣装変えようよ。見せてよイングちゃんの私服。このウルフェは天然っぽそう。二人分のポップコーンと三人分のドリンク、三人分のチュロス、一人分のポップコーン。さすがに三人で分けるんだろ、ポップコーンは。うん、これは全部あらわのじゃぞ。一人でその量は老体に応えますよおばあちゃん。でもこれ撮影のオフショットっぽいし、このアウラちゃんは本物のキッズかもしれない。アウラちゃんが実は子役だった。アウラちゃん子役はオルフェ役の俳優さんの実の妹なんだよね。テレビ撮影って七で衣装も揃えてるのに、映画館でもないのに映画見る気満々の体勢と普段の制服着てるユカリン王国は何なんだよ。撮影オフショットなんだろ。都道府県イラストもそうだけど、ユカリ王国民が映ってるのはお前らそんなことしないだろ感が強くて余計にオフショットみたいな雰囲気ある。ユカリンが子供に見えるのは一応ネタバレ配慮なんだろうか。自作自演で書く打つ前ならやり直せる。わあ、キラがプロデューサー巻きをしている。石田純一みたいなの今の人もやるん？やらんとは思うけど、まあ撮影する人のイメージとしてはわかりやすいからね。この役あたりだとアスランが芯を蹴飛ばす絵が見える。アスラン、その画角だとかがりしか撮ってねえ。何か問題があるか？アスランの顔だけなんか変だな。アスランでじわじわ来る。かがりしか撮ってないって言われててダメだった。角度的にどう見てもかがりしか撮れてない。その通りだがって平然と言われそうで指摘もしにくい。かがりが出演者とかなら別にかがりしか撮ってなくても構わんのだが、どう見ても裏方オーブからの依頼だろう。ラクスももうちょい動きやすい服で買ったんじゃないか。ラクスはオフのが可愛いね。この総裁の服装テレビ版初期のオマージュっぽくていいね。いいと思います。やっぱ人妻感あるな。ラクスやってること実際人妻なんだけどさ。みんな可愛いな。ラクスだけでなくオルフェも指輪をしてないと指摘されてた。解放されてるじゃん。こういう劇中劇的な一枚絵ほんと好き。つい最近そのマイクを持ったキャラクターボイス鈴村を見たことがある気がする。イサミ奇跡的に鈴村声がマイク握ってるのいいよね。逆に神話持っとるなを見ろ。キラだけを見るな。しんちゃんが背中を預けられる存在はルナが最良というのはわかるが、しん背景に映るな。ちゃんと仕事する神話偉いよ。このキラってプロデューサーファッションに見えるからマイク向けるの間違ってない。演者っぽいのは後ろの団らん家族だよな。キラとラクスの音声の中ずっとかがりだけ映る映像とかどうすんだよ。オーブ国民としては一向に構わん。かがりってもしかして大きい？スーツ着ててもわかるくらいにはでかい。二つ結びにしてるかがりかわいいな。かがりの髪留めがハロなのが尊いんだ。なんかこのイラストのかがりかわいいな。かがりはいつもかわいいぞ。今回のキャラデザの雰囲気がかがりは合ってる気はする。やはりかがりはスーツ姿で堅苦しくしているより活発そうでいろいろ隙のある服装がよく似合う。若夫婦とかわいい娘。でもこの後に格を打つ。見た目のせいでなんかグッズ化されやすくなってるのなんか笑う。やだよこんな化粧濃い娘。イングリッドだけはこんな未来があってもよかったな。ねえチュロスの色バナナ味なのだろう。チュロス美味しかったですね母上。じゃあレクイムで焼きますか。さすがにポップコーンでかすぎるだろババア。いやじゃいやじゃ、ラージサイズのじゃないといいやなーのじゃ。って店の前でダダこねる。当然食い切れなくてオルフェが残り食べる。そもそもここ映画館ないし映画館ある施設はちょっと離れてるし、
なのに何映画館セット持って歩いてるんだこいつら。この手のイラストに現実世界のこの場所はとか言っても仕方なくない？これがスパイファミリーですか。スパイされる側のファミリーですね。知ってるスパイファミリーだろこれ。わらわ、ポップコーン好き。途中で喉乾くわこれ。喉乾いてむせまくってるババアはみたい。塩分の取りすぎは後々後悔するぞババア。自国に核撃った極悪人なのになぜかこのババア好き。パパママあれ撃って青き正常な世界になるやつ。ガキムーブやめろババア。何ポップコーンで喜んでんだこのババア。やっぱり一枚絵で唇薄いと一気に可愛くなるな。イングリッド、オルフェが指輪を外してていいよねこのイラスト。本当だ外してる。なんかロリ需要狙ってないかこのババア。声の力と終盤のガキムーブで割とクソババアだけどキャンキャン吠えてる時は可愛いんだよなユカリン。ユカリンは生かしておいて欲しかった。ロリカの詳細がわからんからユカリンはどうにでもなる枠じゃないか。バックアップ作ってて本体が別にあるでもいいし。死体が映ってないから生きてる可能性がある。シードには前科があるからな。わらわは不可能を可能にするのじゃ。別のボビが、もう全然ありそうだしな。バックアップはありそうね。なんなら主人公自身がどう考えても死んでる場面何度もあるからな。真ん中は死体映ってましたよね。ラムで突貫された時はまだ生きてたよ。頭から失血はしてたけど生きてはいた。次のカットで乗ってた船が爆発したけど。なるほど、つまりほぼ生きてるってことだな。シード世界なら、そうなるな。映画用の服じゃないのはゲストキャラで別衣装着せるとわかりづらいとかいう判断だろうか。今回限りのキャラに衣装バリエーション作っても仕方ないし。ユカリンファミリーも私服見たかったな。オルフェとイングちゃんが本編の外で仲良くしてると嬉しい。なんかあの親子が平和に過ごしてるのはそれはそれで見たかったような。よかった、戦争なんてなくて全部劇中劇なんだね。フリーダムが劇中劇的なものだとするとアウラ役の子役は演技大変そうだな。ゆかり姫役の子役のオフショットいいね。アウラ役のリアル11歳の子に11歳まで若返った50歳のつもりで演技してくださいっていう演技要求して、結果として年齢設定より幼くなっちゃったっていうインタビュー好き。イングリッド役、オルフェのどこがいいんだろう。前で座ってるだけじゃなかったんだ。オルフェのいいところを言おうとして才能を褒めてくれるところ。監督、あいつが音声がいいだけだよ。現実じゃねえか。ご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録お願いいたします。